皆さん、こんにちは。この動画では、バイクレースができるハイフワールドを紹介します。では、早速外に出てみましょう。基本、このレースは2人以上でプレイします。今回は諸事情により1人でプレイです。スタート地点のチェストの中に必要なものが入っています。こちらには、人参付き棒と防具一式が入っています。せっかくなので防具一式を装備してみました。ライダーっぽいかな？では、レースをやってみましょう。ご覧いただいた通り、バイクのスポーンエッグはチェストの中です。スタートするときに人参付き棒を持つのがいいと思います。それではスタートです。しばらくコースを流してみます。こんな感じで適度にカーブがあって面白いです。カーブでもたついてしまうと、遅れてしまうでしょう。あの階段を登りきると、うまくジャンプできたりして。そうではなかったようですね、笑い。ちょっと早送りします。隣のコースに入ってしまいました。コースはまだまだ続きますが、最後まで走り切ると、ネタバレになるので、ここら辺でやめておきます。いかがでしたでしょうか？友達とプレイすると、盛り上がること間違いなしです。最後までご覧いただきありがとうございます。